よし、続けていきます。第66話、降り注ぐ魔球。テレポーションシップが市街地に向かって進んでいます。直ちに現地に向かってくださいと。いや、もう、バグったんかなと思った。あれ、同じタイトルあると思ったら、ちょっと違いますね。まあ、ダンゴムシ来るんなら、そう、前回見つけたレイピア作戦で行こうかなと思うんですけど、まあ、あと輸送船も見えるし、それもレイピアで落とせればなと。うん。で、一応サブであのヘブンズゲート、天国の扉っていうアイテムを持ってきたんですけど、なんだろう、空中に投げたら、その真下に、ビーム出すやつ。その名前ついとったな。落とせって話でいい？とりあえず。開いとるもんね。これはもう射程圏内ですよ。はい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 、落とします。弱いっちゃ弱いか。出れんやつで、うわ3機もいてたん。一旦お休憩する。はい、あ、滑れ滑れ滑れ、くそここで休憩しよう。いてるいてる。あ、ここここでありか。早急にテレポーションシップを破壊する必要があります。え、これ無敵やん。あ、こういう戦い方でいいんか。どっかトンネル的なとこ結構離れたな。あっちにしようか。高ささえ合わせてしまえば、あとこれで結構回復しながら移動できるので、さあ悩ましいお尻ですね。結構でも移動するね。ただ開けっぱなしは良くないんじゃないか。よいしょよいしょ、旋回しとる。はい、2機目。テレポーションシップあと1隻です。はい、どこ行った。あれ、どこ行った。あっちか。結構あっちやね。今こっち来る、もしかして。やべー、なんだ、司令官の戦術は不可解だ。うん、人類がこれまで持ちこたえられたのは、エイリアンが核のような広域破壊兵器を使わなかったからに過ぎない。そうやね。彼らほどの文明があれば、人類を一撃で吹き飛ばすことも可能だったはずだ。何したいのか。カエルと一緒で、エイリアンは地球を汚染しようとは考えていないようです。住みたいって話？じゃあもう共存すればいいのに。未知の微生物が含まれていました。ほうほうほう。怪物が死ぬたびに体液が流出し、はあ、地球上に微生物を拡散させています。微生物、そして微生物には土壌や大気中の汚染物質を分解する力があるのです。ほう、環境を浄化する。そういうことやよね。え、地球が良くなってってるってこと。推測に過ぎませんが、怪物は微生物を培養するために生み出されているのかもしれません。ほう、つまり人間を襲って繁殖し、多くの微生物を地球上に撒き散らす、はい、それが怪物の役割か。え、なんなそれ。地球のため？地球を作り変えようとしています。そういうことだよね。え、なんなの、地球、え、人間にとっても、なかなか貫通するね。出しちゃう？ヘブンズゲート、天国の扉。あ、あ、美しい。おいで。あれ全然思った方向から来てくれ。なかなかしぶとい。ただいい感じで来てくれるよ。あ、じゃあ、うっせ、こんなんで終わらんやろ。まずちょっとぬるすぎるわ。あー、くそ、くそ、やべやべやべ、なかなか頼まず。え、なんかだいぶぬるいな。これで終わるわけがない、絶対。もう2、3フェーズやってきてもおかしくないよ。うん、ちゃんと狙わんと。下がりながらこう、そう、ちょっと撫でるぐらいで死なんか、さすがに。ちょちょちょ、半分に割れれば倒した状態で。あっ、バカバカバカ、なめられた、なめくした。はい、近くに3体ぐらい。
あと引っかかっとるんかな仲間もおったけど、さすがに死んどる。え、なんか反応ねえな。行ったかあいつら。ちょっと次のフェーズやらせて。いや絶対こんなんじゃ終わらん。そもそも仲間っておったんかあれ開幕でおったよね。この先何ゆっくりしてんすか。はい、次。とあと2体かな。ここおるよ。あと1体。この先引っかかってそうやな。この下おお、あたたたたた迷子か。はい、え、なんだこのマップむちゃくちゃ簡単やったけど。